うお、びっくりした。始まりが怖いもんね。なんでゲーム画面つけてこっち見られなきゃいけないの。うわ、これついてけんじゃないかな。ババババ待ってくそ、悪口言っちゃった。で、俺前回の動画見直してこれ運べそうだなと思ったんだよね。なんかついてたんだよね。イエイ。いや、このゲームやんのマジで怖いからね。あんまやりたくないんだけど、このゲームもしや望まれてない？見てる人も望んでないし、私も望んでない。これ誰も助かる。え、みんなこれ、このリトルナイトメア待ってくれてる人いる？私もう怖いんだけど、本当にこれどれぐらい怖いかって、体育の先生ぐらい怖い。オッケー、これで多分あれやるんでしょ。体育の先生って基本的に怖くない？あとね、数学の先生ね、基本的に私の経験談ね。で、国語の先生は、いや、来ました。またあいついるな、すぐ。国語の先生は全員おじいちゃんだね。まあ、おばあちゃんでもいいけど。まあ、基本年寄りだね。はい、次の人、60ページから62ページ、3行目まで読んで、みたいな、そういう感じだね。で、理科の先生は、変な人だね。もう、総じて変人。もう、わかんないけど、もう変人がすごい当てはまるで。なんか変な趣味してそう。ごめんね、私の偏見と独断だね。だから理科の先生、この中で見てる人いたらごめんね。いや、私の動画って理科の先生見てんのかな？でも、全然可能性としてあるよね、理科の先生見てる。理科ちゃんって女の子じゃなくて、理科のね、いや、いい、このボケいらねえな。理科の先生見てる可能、待って、あのセクシーティーチャー。わ、見て、影揺れてる。何揺れてんだ、これ。時計かな？セクシーティーチャーいいのかなと思ったけど、怖え、マジで怖え、開く？あかん、基本的に、おー、なんか触れてる。え？何やってんの？おお、私取り込んじゃった。あ、なんかこういうね、なんていうの、今多分アイテムだと思うんだけど、こういうアイテム系全部取ると、なんかエンディングがラストエンディングみたいな。なんか完璧なエンディング見れますよって言われて、そこまでする余裕ないね。もう今日も失踪するか動画出すか悩んでたんだけど、なんだこれ。つければいいんじゃない？おう。乗れる？あ、乗って、これ多分チャーシュージャンプで届くな。はい！おっき、ゲゲブサンシャイン。え？なんだあれ？チェス？うん。すげえ、なんか、ムジュラの仮面みたいな。うおー！この絵動きそう！え？うわ、マジ、私怖くなるとね、無言になっちゃうんだよね。だから、なんとかして今喋ってんだけど、これ何？あ、ハリーポッターに出てきそうなやつじゃない？ハリーポッターでこういうのなかったっけ？ロン、二歩先へ前へ、ハムに、そこじゃないわ、みたいな、そういうシーンあったよね。これ何？動かせないんだけど。これなんか関係、お、いける？あれ、なんもない。あ、これ、いや、思ったわ。はい、あ。囲めってこと？白を、黒を真ん中で囲む？白あって、これ押せないんだよね。これだよね、あの黒の十字架のやつって。これももしか取れる？あ、このおじさんは取れないんだ。うわ、こんな絵、おお、持てる、いける、そこ届くんだ。あ、これ持ってくのかな？あ、先っちょ取れた。あ、先っちょを、左上じゃないこれ。左上の白に入れてみる。あ、これ、入れると動くんじゃない？はいはいはい。あ、ここにもあるじゃん。先っちょ。え、どうするんだろう？これどうやって取るんだろう？この上のやつ。わかった。これ、こっちにあったよね、そういえば。これだ！あ、違うかな？これ持ってくのかなと思ったけど。あ、待って、この、四角いやつもなんかある？あ、これこそ左上じゃない？この丸いやつ。はっ、うわー、だよね。これやっぱ絶対上の取るなと思って。で、これで、全部揃ったのか。これと、あら、あと一個どこだ？私三つ取ってきたよね、そういえば。これと、ここに影に隠れてるかな？これで、いや、まあまあまあ、で、さっきのもう一回写真見に行こう。写真見て、一番右が平らじゃない？一番右が平らだよね。で、
左と真ん中がちょっとボコってなってるもんね。とりあえずま一番平らなのこれじゃない？でこれあとどっちか多分2分の1で合ってるな。ここ置いて、これ違ったらこの2つ入れ替えればいいもんね。ちょ早く持ってくれ。どう？お？電気ついた？あれ？これなんかいけるようになってるとかどっか。なんか今電気つかなかった？あれなんもないな、こっちは。お、これっちも上行けそう。はい。上行ってもなんもない。おぉ、花瓶落ちちゃった。なんもないよね。お！ええー！今ここでなんかうじゃうじゃしたんだよね。うわ、この絵も怖すぎ、右の。なってなんか出てこない？大丈夫？あーなあ、鍵ある鍵ある鍵ある！うお！なにこれ？犬のおしっこ？なんかおしっこ出る位置すごくない？お尻の穴からおしっこみたいな。この人犬の構造知らないんだね。学習した方がいいよ。オッケー。校内で、最近、この3日間、必ず、トーク力切れたら校内へ いてってとこがつなげるもんね。やべえ、みんな腹減った、今日ね、昼ご飯ね、マック食べて校内へいて、みたいな、そういう、校内へいて、なんか接続詞みたいになってるもんね。しかしとか、だがしみたいな。お、ここだよね、多分。オッケー、お、自動で行ってくれた。鍵入れて、うわー、待ってな。怖すぎるんだけど。待って、怖すぎるんだけど。オッケーよ。うわあ、元気出して、私。うわあ、テンション上げてこう。てん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 てテンション。てん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 てテンション。あー、いけない。てん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 。待って、うるせえな、私。いける？あ、いけないんだ。え、でもこっちだよね、多分。あ、待って、これ右上いけるな、みんな。気づいちゃった。これ登れるんじゃないかな。なんか音しない？これで、登れんのかな？これ本当に。でもなんか登れそうな構造ではあるよね、右上。しかも高さ的にもちょうどいいしね、校内へ行ってきます。頼む！ああ登れそう！ちょうどなんか登るみたいになってるわ。岡田登る40何歳。この前も動画で言ったんだ。もうやめよう、このギャグ。オッケー。岡田登るをギャグにしてるわ。私失礼すぎ。オッケー。これ胡椒じゃない？ブラックペッパーみたいに出てくるやつ。おお、持ってこう、これ。ういー。どうしよう、どうしよう。てか、降りちゃったんだけど、私。あ、手前のあれを拾った瞬間、あいつにぶつける。許せ、許してくれ、ごめんね。うわ、まだいる。許せ。ねえ、うまいじゃねえかよ、蹴るな。さあ、やられてコツをつかんだ。この子たち、一回止まるね。止まったところがチャンス。ここで、まずチャーシューパンチ。で、あいつも止まるから一回。止まりをみんな見せてね。はい、止まって、チャーシューパンチ。オッケー。こいつも止まる。はい、止まって、はい、チャーシューパンチ。はい、今日のパンツも、はい、チャーシューパンチ。あぶねえ！おー、首だけ！首元。えっ？えっ？こんなことできんの？え、裏技これ。えっ？え、なんで今できたの？私こんなこと。あ、待って、こういうシステム？あれ、しゃがめない。あ、バレないんだ、これなら。ああ、なるほどね。あぶね、あぶね、あぶね。お前、野蛮だな、ほんとに。これでは、ここで外してみよう。あ、外せない、みんな。これは、みんなどこにいるかわかる？え、こんなにいっぱいいるんだ。お前、やめろって。先生に言うからね、こんな。小学3年生の自由時間みたいな感じ。危ないって、君、危ないって。絶対私の頭狙ってるよ、この人。え、なんかこの人だけ画質変じゃない？なんかホログラム的な画質になったよ。まあいいや、当たってくんねえ、お前ら。マジで私、まあここで首もげた時の私の恐怖半端ないからね。私どこ？あ、いた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 。うわ、え、でもここ抜けれそう。待って、これ抜けた。やばすぎるってばよ。あ、え、みんなに追いかけられるみたいなシーンないんだね。なんか私、顔のあれ壊れてみんなに追いかけられちゃうのかなと思ってたけど。あれ、これどっからスタート？あ、こっからか。あ、なんだ、こういう仕組みなんだ。
なんか私裏技ですげえレアアイテム手に入れたと思って、こいつはねはしゃいじゃう系男子だねこういうこと言ってね、当たって後ろの女の子に当たって女の子が泣くんだよね。で先生って言って、吉田くんが押してきましたみたいな。あ、ホログラム、ね、待って私どうやって行こう、勢いだけじゃダメだったのかな。待つ、待ったら道なくなるんじゃない。急げ、オッケーオッケーオッケー、ザコメ、お前のスピードじゃ私を捉えることはできない。え、こんないるの、ってこれ本当学校なのかもね。危ねえ、バグったかと思った私震えてたぜ。オッケー、来ないでいて、でこっちでいいのかな。あ、私も縄跳びしたい、入れてよ、私を入れてよ。うわ、こいつは物理法則を無視しやがる。私これ実体ないのかな。いや、そういうわけじゃないよね、実体はあるよね。うわー、びっくりした、マジでびっくりした。ああいう系っておとなしい子じゃん基本。あ、こっち行ける、オッケー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 、ああよかった。待って、こっから出てこない、出てこない、あ、もう行けなくなってる。あ、行けなくなってるね。え、怖すぎる、ここ。マジで怖い。終始上一番怖い。とりあえず登るよ。登れそうだもんね。俺登れない。あ、登れた。で、こっち登って、待って、あのリトルたちなんか出てきそうなんだよな。なんかね、前セクシーティーチャーみたいな、セクシーなお姉さん出てきたんだよね。あ、これこっちだな、この、あれ、私どこか痛いって言った。乗れるんじゃない？あ、でも乗れそうだね。あれ、やられちゃったよ。あれそんな私かよかったっけ、こんな落ちてやられる。でも今の木だな。ちょ、もう一回行こう。乗れる？むずくない？これ距離感。あ、ジャンプしなくていいんだ。なんか距離感的にジャンプしないといけないのかなと。で、ここはもうジャンプで、はい、オッケー。上かな、上、どっちだ、横もいけない。あ、いける、いけない、これに掴むんじゃない。あー、で右行くと、これ結構難しいんだよな、ボタン操作。いくよ、はい、よしよしよし、一回できたな。次、うわ、すげえ、ほんとになんかダンジョンみたいな、ゼルダっぽいね。まあ、ゼルダ、ああ。え？これ掴めるかな？右上。右上掴んでいいのかな？はい。ああ、いいんだ。なんかその、あれでダメかなと思った。なんか釣り針みたいな感じで。え、これ離していいのかな？え、何が変わったんだろう？え、何も起きてなくない？なんでだ？いや、何も起きないな。これだよね、唯一を。いや、なんか脳みそみたい。こういうなんか、なかったっけ？回線みたいな。なんかなかったっけ？こういうの。なんだっけ？名前なんて言うんだっけ？お！お、いけた！うわー、セクシーティーチャーいるし！あ、こっからいける、私！パンツ見ちゃおっと。うわー！ノーパンだ。いや、しょうもねえ。いや、やっしょうもないギャグが。いや、こうないて。待って。ここは大丈夫、ここは大丈夫。みんな見えるかな、あっち行くな、多分。行って、どうすんだ、あっち。どっち行く、頼む、間に合ってくれ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。で、次多分左行くな。多分左行く。え、なんかナイフ持ってない？あ、右行ってくれんの？ありがたすぎ。帰ってくんねよ、マジで。マジ帰ってくんねよ、お前。わし、ただでさえビビってんだからね。口内炎の痛さでなんとか紛らわしてるけど。え、待って、これ行っちゃっていいかな？止まれない。行くわ。え？俺、行けないけど。いや、あいつ帰ってくるな！え、いけないよ。ちょ、留守番、え、なんでいけないんだ。またあれか。
あのドアノブのあれやるんだ。だジャンプだ、ジャンプ。こう。おお、いる。大丈夫、バレてない、バレてない、バレてない。バレて？バレてないね。そっち行ける？行けるかな？いや、邪魔か、机の足。オッケー。いや、なんか足みたいにあるんだけど、足の上。キモ。またあいつは？バレてないと仮定して、いや、でも行く場所ないな。うわぁ、これ見て、上からだわ、多分。みんなわかる？右上空いてん。だからなんか登るとこあるんじゃない？くそ、ノーパンめ。いてててて。多分あるな、どっか登るとこ。最初の方あんま見てなかった。あれ、ないわ、登る場所。え、あ、これ？あ、気のせい。あ、こっから行けみたいな？いや、そりゃ無理だぜ、いくら私が。ナイトメア上手いからって。目合ってない、目合ってない、これ。目合ってるよね。合ってねえんかい、会えよ。いや、待って、これ。頼む、頼む、ダメだ。ダメだ。やっと行けばよかった、行けばよかった。まだ、まだある。今しかねえ、今しかねえだろ。今行かないで、いつ行くんだ、チャーシュー。ごめんなさい。わーい。あれも立っていいのかな？ただ分かったね、やり方としては。オッケー、ここで走っちゃおう。あ、走ったらダメなんだ。やっぱしゃがんでいかないとダメなんだ。オッケー、帰ってきて、さっき奥まで行けなかったよね。これ、こっちじゃない？右側。どう？いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？もう一回振り向け、もう一回振り向け。だ、もう振り返る材料がない。頼む、なんか。いやー。どこ行くの？今だ、今だ、今だ。オッケー。そこ飛ぶの、私。飛ぶしかねえ、飛ぶしかねえ。どうで、戻ってくんな、ば。いや、あいつがチョークを書いてるうちに。オッケー。オッケーかな？オッケーかな？もう一回書いて、もう一回書いて。日直、今日の日直書いて。やばい。ああ。頼む。いけるいける。頼む、頼む。やったやった。え、あ、上いける、上いける、上いける。上いける。早く、早く、怖すぎ。早く。だからこっちの声がうるさくてあいつに聞こえるんじゃないかって思っちゃう。イエーイ。アンチ。さすがに追ってこないもん。降りて、え？あ、ゲームオーバーじゃないね。痛かったけど大丈夫か、私。さあ、右行こう、右行こう。お！いいんじゃん、あいつ乗り越えた。うわ、またリトルいるんだけど。しょうがないって。あれ、ハンマー持てない。ハンマー持って。あ、これ女の子だ。あ、大丈夫？やばいやばいやばい。お前ぶつかる。お！まず、こう行きます。で、避けます。オッケー。で、リトルが来るから、ごめんね、とやり。まだ来るな。なんかカツラ浮いてない？みんな見て。なんかカツラ浮いてる。え、なにこれ？え、このカツラなんかやばくない？ラスボス説ないこれ。え、これ持ってくよ、私。この武器。なんだろうこれ。これもなんか意味してんのかな？さあ、行くわ。うわー怖え。この見てない部はカツラが一番。うわー出てきそう。歌う？強くなれる理由を教えてあげる、なれる理由を教えてあげる。こいつは当たると。この強くなれるキッズ当たんないんだけど。いけ、よし。さあ、いい。これは持ってった方がいい。あ、待って、これ長年の経験、扉開けれんじゃない？あ、届かないか。これ持ってった方がいい、絶対持ってった方がいい。また来るよあいつら、絶対来る。いや、よしよしよし、理由を教えてあげます。み、頼む。よし、危ねえ。うわ、背後から行きたいな。あ、あ、鈍感。鈍感ですね君は。ほらよ、ほら、当てちゃうよ。ごめん、悪しぎしかない。まだ来るよ。
超えたっぽい。なんだ今のバケツ。あ、なんかお尻売ってる。うわ、うわ、吊るしてんじゃん、あのお尻ザウルス。これはね、どうしよう。うわ、お尻ザウルス気持ち悪いな。オッケー、オッケー。こいつを助けてあげるんじゃない。あ、そうだ、これ仲間になるんじゃない。おい、大丈夫か。え、これジェネシス。あ、ジェネシスじゃない。ジェネシスと一緒に旅してた人ね。なんか本名シックスだっけ、なんかそういうらしい。コメントで教えてもらった。うわ、久しぶりじゃん。大丈夫だった。あいつらなんて、あ、ごめんなんかあいつらの残骸蹴っちゃった。うわ、え、嬉しいんだけど、もうテンション任せでいっちゃおう。イエーイ。あ、出れる。これ出口だ絶対。ジェネシス開けて。やったやった、あのセクシーババアから解放された。あ、なんかもう下にいなかった、誰か出待ちされてたんだけど。ちょ、開けようぜもう一回。なんか下にいたよね、私たちより先に。なるほど、上行くと。わ、カイジのあれ思い出すね。なんだっけ、橋みたいな。第1弾のやつ。てか前カイジ最新作やってたよね。ちょっとだけ見たわ。あんましっかり見てなかったけど。オッケー。なんかこれピアノ？お、音鳴る。これ上行ってなんだろう。あ、紐掴むんじゃない？いや、みんな掴めないわ、紐。上来たけど。これ右行くの？あ、でも右なんか開けれなさそうじゃない？そうだよね。あ、これだ、レバーだ、レバー、レバー。はい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 。これ誰か乗ってないとダメなんじゃない？わかった、これ離すと、一気に底が抜けるんだ。上まで持ってって、この、ピアノの重みで。で、下に行くと。なるほどね。だんだん時も分かってきたね。あれ、なんかジェネシスも登ってる。なんでだ？あ、こんな感じ？あー、なるほど、なるほど、なるほど。いいね。来たぜ。鍵がいると。鍵なんてなかったけどね。うわー、こっちだわ、みんな。ジェイス、投げてよ、私。行ってくるわ、鍵取りって。怖いけど。また戻んのか、頼む。投げて。オッケー。行こう。だんだんこのゲームのシス、あ、さっきの、え、さっき最初にいた子じゃん。敵かい。隠れよう。隠れて、手前に武器あるんだよな。オッケー、ジェネシスが誘導してくれるんだ。早く持って、早く持って。何やってんの、私。早く、それだよ。持ってって。え、これじゃないのかな、武器。あ、てか、鍵も取ればいいんじゃない？お、鍵ない。あ、持った、持った、持った。すまん。悪気はない。オッケー、鍵ゲットかな？これかな、鍵。オッケー、鍵ゲットしました。よつき、どうやって戻るの、これ。あ、なるほどね。いや、ジェイス、マジ助かったわ。やっぱお前がいないと私ダメだ。一人じゃ何もできねえ。俺は料理もできねえ。嘘もつけねえ。剣も扱えねえ。って言ってね、あの、アーロンに行ったはずね。じゃあお前に何ができるって。お前に勝てるみたいなね。じゃあ私何ができる、このゲームをクリアできる。お、あいつも敵なんだよな。オッケー。うわ、はいや、はいや、はいや。さあ、皆さん、しゃがめば大丈夫ということに気づきました。これ、武器持てるときと持てないときがあるんだよね。ジェイス、やばいって、さすがに近づきすぎ。え？え？嘘でしょ、ジェネシス！そんなひどかったっけ、ジェネシスって。え、超強いじゃん。私、そんなことできないのに。待って、生きてない？これ。大丈夫？これ倒さなくて大丈夫？え、倒れてる？え、なんか蘇りそうで怖いんだけど。あ、これ上行けるわ。ジェネシス、上行くぞ。こっちはね。え、じゃあこの武器は何だったんだ、一体。あいつがなんか倒れたのか、すごい気になるな。
また復活してきそう。オッケー、ジェイスおいで。来れるかい？多分これ、あ、ナイス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 。さあ。うわぁ。終わるか。